はい、こんにちは、ガザガザフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今ね、先生上がったところなんですけども、多分編集でね、区切るんじゃないかなと思って、今、あえて、オープニングをね、今上がってから、3つにしようかなみたいな感じでね、今撮ってます。で今回は、先ほど前回はね、本流の、ちょっと流れの速いね、浅いところのね、背を、見たんですけども、今度は、ここたくさんね、橋がいっぱいかかっててね、でその橋桁が水中にね、こうズボッとこう埋まってる部分があって、でそこがね、結構たまりに なってるんで、ちょっとそこの周辺をね、潜ってきたんで、潜るっていうか浮いてるだけなんですけどね、見てもらいたいと思います。それでは早速どうぞ。はい、ということで今回は、流れのある、背からですね、ちょっと下ったねところにはこの橋桁があって、まあ、そこがねちょっと水が、溜まっているというところがあったんで、そこへ入ってみました。でそこはね、まあ、すごくね、まあ、水たまり状になってるんですが、それでもね本流とね、ちゃんとつながってるんですね。でここはもう僕が、このね何ヶ月ぐらいかな、来てても結構ね、洪水があって、しょっちゅうね水増水してるんでね、水の入れ替わりはすごいですね。でそこにね、これ見てても分かるようにこうね湧水がね下からちゃんと湧いてたんで、入った瞬間ね寒いってね思うぐらいね、寒かったです。なのでまあ本流筋の方がまあ暖かくてね気持ちいいんですけどね、こっちはね冷たかったですね。でまあそういったこともあってね、非常に透明度がいいんですが、まあ本流から入ってくる水と下から湧く湧水とでね、ちょっとね視界がもわもわもわっとしててね、この水温の差があるので、まあちょっとね結構幻想的な感じでね、たまにこういうね水域あるんですけども、なかなかね、綺麗な光景を、見ながらね進んでいました。ただし、もう皆さんもねお分かりのように魚が少ないですね。でこれ実際にはね、これもう視界にはたくさんね奥の方に、魚がいっぱい映って泳いでるのは見えてるんですが、まあ、それでもねこの全体的なね、この体積というかね、この水場の、容積からすると魚少ないかなと。でまあ透明度が高いんでね、僕がどんどん泳いでいくとどんどん魚ね向こう行っちゃうんでね、なかなか近づけないんですけども、まあ、それでもねオイカは、アユ、それからまあその2つかな、メインにいたのかな、そんな感じなんですけども、まあ、そういった魚がね、もうちゃんとここにも入ってきてました。でまあ足元のね少し時々よしのぼりの仲間、沼秩父がちょろっといるぐらいで、もう本当にね、この生き物の、生命反応がねこう非常に薄いところなんですが、非常に綺麗でした。で今橋桁をね、上流側からぐるっと回って、ね、本流側にね接している部分に行くと、まあ、こうあとどんどん浅くなってきてね、でここにちょっと、テトラのようなものが入ってて、その向こう側がもう本流なんですね。でこの際にね結構魚が、まあ、僕が泳いでたっていうのもあるんですけどね、たくさんこの際にね魚が、いました。まあ、特にアユとオイカがメインなんですけどね、たくさんいますね。はい、ということで今潜ったのが右側の橋桁なんですが、左側がね奥が本流で、ものすごい流れとね深さです。怖いです、絶対入らないです。でその手前のねこの浅い、まあ深くて太ももぐらいのね水深なんですけどね、ちょっと流れがトローンとしたね、こうはみ出たようなね場所があるんですが、そこへ潜っていました。なのでさっきはねずっとね背でね石にしがみついてね石ひっくり返してたんですけども、ここはもうほぼ流れがなくてね、とにかくあったかいところでね、だったんですが、そこへ顔をつけてみるとその前にね広がってた世界にもうびっくりしちゃいましたね。とにかくね魚がいっぱいいるんですね。
で、うわーすごいなと思って、今ね一切前に進まずね、ずっと撮影してるんですけども、なんとねこの前、ずっと、釣りをしてたね、あの高麗モロコがねたくさん泳いでいました。でその様子をね、じっくり観察しました。でこれ編集ではね、その数分の1の、映像しか使ってないんですけども、実際にはこの何十倍もね、観察していました。でこれが高麗モロコなんですね。でこんな感じで、でこちらがこれゼゼラですね、はい。でまあ、ゼゼラはね、このチャンネルではよく、登場する魚になってきたんですけども、また今までとはね違った水域ですね、ちょっと、ね、雰囲気の違うハビタットで見られる、ゼゼラですね、はい、かわいらしいですね。そしてこれが西島土壌かな、はい。とにかくね彼らがたくさんいました。で、ここすごいいいよってね言ってるんですけど、あったかいんでね気持ちいいよって言ってますね、はい。で確か これがねちょっともう、うろ覚えでよく、しっかり確認してないんですが、今肉眼でねだいぶ観察したんですが、これが東海小型水島土壌ですね。で東海小型の、水島土壌は、ね、まあ、僕の中では割とね泥が多いところで、まあ、流れも少しありつつも、どちらかというとこう狭い水域ですね、にいるものかと思ってたんですが、意外とね、広くてこういった本流にもいるんだなと、まあ、数少ないですけどね。でこの奥にいるのがね黒い筋が入ったね、縦縞が入ったのが、川被害ですね、サルコケリクティス属ですね、バリエガタスかな、はい、川被害ですね。で川被害もこのチャンネルではね春先にねちょっと色がつき始めてね綺麗な時を狙って、2回ほどねちょっと紹介してさせてもらったんですけども、そういった魚もいます。そしてまあアユがたくさんね、コアユたちがね、まだまだね成長段階のアユたちがいて、その中にオイカワと高麗モロコが、ね、入っていると、はい。でこれが高麗モロコですね。もう最高でしたね。で僕じっくりねこうやって高麗モロコを水中でもういいやって思うぐらいね観察したのは初めてだったんで、とてもね、いろいろなことを自分の中では吸収できたかなというところですね。でこれガサガサにもねかなり役立ちそうですね。でこうやって見ると、まあ、ちょっとね、糸モロコたちとか、まあ、スゴモロコに、ね、動きすごい似てるなっていうのはね、まあ、ビアコラは散々ねスゴモロコの動き見てきたんですが、やっぱねちょっと似てるなというところですね、はい。でまあ、姿形がねそっくりなんでね、まあ、そう見えちゃうのかもしれないけど、まあ、僕の中では自分なりにちょっとこう動きとかね、反応の仕方が、まあ、とても近いかなと、はい。でこう大きなねゴロタイシがあるところにね綺麗にくっついて ね停滞してますね。でこれはもうだいぶ僕にもね慣れてきて、こうびっくりしてる感じはなくて、まあ、自分たちのペースでね動いてる時の様子かなと思います、はい。でまあアユとかねオイカワ、あとウグイもね実は、ちょっとねこのスゴモロコのよりも倍ぐらい大きいね、サイズのウグイたちもピューピュー泳いでるんですけども、やっぱねこの動きが違うなっていうのはすごくよく分かりましたね、はい。これススリシマかな、はい、いましたね。でやっぱり何かねこうお腹にねすぐ、吸ってね泳げるぐらいの、なんかこう人で言うとこう歩く前進してるみたいなね、そんな感じで、これだとね、なんかこうレーダーとかにもやっぱ引っかかりそうもないようなねこう低空飛行してるような、泳ぎ方をする魚なんだなっていうのがすごくよくわかりますね、はい。なのでこの上の空間というかね、もうあんまりスゴは使わない、いやスゴじゃない、高麗モロコはね使わない魚なのかなというところですね、はい。ということでこのね今回は、
背ではなくてね、こう溜まってるようなね、ちょっととろーんとした場所なんですね。でただこの前の背からね、今ここ見てるだけでもね50メートルぐらいしかない距離なんですけども、もう本当にね川っていうのは、ねパッと見一つのねこの景色になっててもいろんな地形がね、あるんで、お水の流れ、深さ、それから低湿とどん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 変わってくるんですね。なので意外とね、この見えてる視界だけでもね、その場所によって魚のつく、その場所につく魚の種類というのは、ね、やっぱ変わってくるんですね。で今回は、まあ、ずっとね、前回ぐらいかな、高麗モロコをね、釣ったんです。とてもね嬉しいね動画だって言ってね、こう喜んでるシーンあったんですけども、その高麗モロコがね今回は、やっと水中で見ることができました。でこの前の川だとね、さすがに眼鏡つけて潜っても、高麗モロコなんてとてもじゃないけどね、濁ってて見れないし近づけないんですけども、まあ、こういう本流の筋のね、綺麗な水のところであればいけるかなということで実際ね、行ったらいました。で多分途中でも言ってると思うんですけども、これはねちょっと自慢でもあるんですが、ここは引っ越してきてね、寒い寒いね冬の1月から、12月からかな、こっちに岐阜県に来てるんですけども、川沿いのアパートでね住み始めた時に、家の木前のね見た時、ここは絶対夏になったら、これはもうこうおるやろっていうふうに思ってたんで、やっとね暖かくなってそろそろかなっていうことで見てみたら、一発目でねこう当たっちゃったということでねやっぱりいたかということで、まあ自分なりにイメージしてた高麗モロコのね、やつとちょうど一致してるかなというところで、まあ僕個人としては、ガサガサするね、人間としてはね当たってよかったなっていうところなんで、とても嬉しいです。で実際ねこうやってたくさんね群れてる様子っていうのはね、僕自身高麗モロコに関しては水中でそんなに観察したことがなかったんで、非常に、最高のね時間を過ごせたなと思います。でやっぱりねこう底付近をね、泳いでることが多かったんじゃないかなと思います。それからあと他の混泳してるね、アユだったり糸モロコだったり、あとゼゼラですね、それから西島土壌とかね、まあ宙に浮いた状態とかでねよく一緒にね泳いでるなということで、すごくねなんか仲良しの魚たちだなっていうのをねとても強く感じました。あとウグイもいましたね、ちびっこのね、はい、そんな感じなんで、とてもね本当に一区画で、あの今回の映像はもうほんとねこの10メートル15メートル四方ぐらいの小さい、エリアなんですけども、そこをちょっとずれるともう本流の長い流れがね強い場所にこうかかっていってしまうんで、まあ、そこへ行くともうアユとオイカぐらいしかいないんですけれども、ちょっとねこう浅いひたひたのねこう よどみっていうのかな、そういうところにかかった部分だけ今回は紹介したんですけども、そういうところに来るとそうやって魚が全然違う魚がいるということで、もう本当にねこの自然の水域が作り出す地形とそこに合わせて好んでこう入ってくる魚っていうのが、ね、すごいなと、絶妙のね、関係をねこう生き物と自然がね、うまくつながってるなっていうのをもうまざまざと感じた、今日の潜水だったと思います。ということで、まあ多分途中の編集でたくさん語ってると思うんで、このあたりにしたいと思います。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。